皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。先ほど挙げたんですけど、ちょっと根本的なミスというかがあったので、消しました。そうですね、この一連の流れを見ますと、まあ、結局っていう感じでね、本当に何でしょう、ずっとなんかね、いろんな人生歩んできて、力のある人にねじ伏せられてきて、どう言ったらいいのかな、やっぱりユートピアみたいなことってお花畑なのかなっていうふうに思ってしまいます。完全にね、いろんな希望が消えたっていうわけではないですけど、世の中のね、まあ皆さんも本当にみんな、今回はみんなというか、かなり多くの人が気づいたと思うんですけど、やっぱり完全に、まあ、金融支配をされていて、まあ、私たちはほぼ、特に日本人はほぼ絶望しながら生きているようなもので、世の中はそういうものよってみんな生きてますよね。本当にそうなのかなって思うんですよね。みんなが本当に変革していこうって思えば、本当にどっかで止められるんじゃないかなっていうふうに常々ずっと思ってきましたし、今もそうですね、すごい少ないパーセンテージで、そう思いたいですよね。本当に何ですかね、今回ね、トランプさんのことで本当にいろんなことが腑に落ちて明らかになって、まあ言ってみれば、皆さん思いませんか、コロナもこんなこと誰が見たってわかるじゃないですか、こんなことフェイクに決まってるじゃないですか、全世界で、なんだろう、作り事にしかどうしても思えないですよね。故郷府に陥れられてて、本当にコロナので亡くなる方と、インフルで亡くなった方っていうのをね、19年と20年と比較すればほぼ一緒なんですよ。で、交通事故で亡くなる人っていうのも、たくさんいますけど、車を止めることはないですよね、ずっと。それに今本当に自殺をする人たちも増えてて、その人たちの話や話題というのは全くメディアにも上がってきませんし、またそのトランプさんのね、支持者の人たちもうどんな思いかなって、みんなその家に帰って、また絶望しながら生きていくのかなって思います。本当に悲しいことなんですけど、こんなご時世だから特になんかトランプさんがやってくれるんじゃないかって思っていましたけど、どなたかがおっしゃってたんですけど、スピリチュアルの吉山さんかなが、トランプさんもともと本当に穏健派なんですよ。だってずっとご商売されてらして、なので戦争も最も好んでいない人なのでね、と戒厳令を引いてしまえば簡単でしたけど、やってほしいというか、何か分かりませんけど期待していましたけれども、本当にあとは奇跡が起きないとダメでしょうね。残念です。